はい、皆様どうもこんばんは、月に1回の僕のイタリア料理武者修行の時間になりました、今回は長野県松本市の、熊谷シェフにお願いをいたしました。で、熊谷シェフは、アクアパッツァの、シェフもやってらした方で、それで私の料理研修に参加して、でもう料理研修に参加した時にはひたすら前向き、もうね道歩いててもね、どこ行ってもね、嬉しい、なんだここは宝の山だっていう感じで、で本当にね、美味しそうに食べるの、何でもかんでもね、本当に美味しそうに召し上がるんですよ。で今回お話を聞きました時に、やっぱり人の出会いと感動が今のシェフを作ってたんだなっていう感じがものすごくいたしました。それで、お話を伺いたいと思います。熊谷です。はい、熊谷です。もしもし。はい、大丈夫ですよ。聞こえてます。なんか、はい。ボナシーラ、熊谷正彦です。ボナシーラはシチリア語で、こんばんはですね。ボナセーラのシチリア版で、ボナシーラと言います。はい。クチーナ正則の熊谷です。本日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、では始めますね、はい、よろしくお願いします。はい、はい、僕のイタリア武者修行について今日ちょっと少し語らせていただきます。はい、僕はですね、長本さんの ETO でちょっとイタリアの方へ行ってきたんですけれど、まあそんな中でいろんな経験をしたことをちょっと今から話させていただきます。アバンティ。はい、まずこの写真です。一番右の下に写ってる写真ですね。これ僕が七五三の時の写真なんですけれど、小さい頃から母親の作ってるのを見るのが好きで、台所に入り浸ってたんですね。で、やっぱりそんなのが好きで、小学校の頃ですね、自分でも何か作ってみたいなって思いまして、料理クラブ、家庭科クラブに入ったんですよ。で、女の子が30人ぐらいいたんですが、男の子は僕含めて2人だけで、まあ、そんな中でもいろいろ楽しく作ったり、料理ってものは楽しいなって経験しました。で、右上に映ってる金太郎の映像があるんですけど、なんか長本さん曰く、これ金太郎のイメージにそっくりだなんて写真を載っけてくださったんですよ。今の僕の方がちょっと金太郎みたいにブクッブクブクしてるんですけどね。はい、はい、そんなことで僕中学高校になりまして、高校時代ですね、一人食べて歩くのが好きで、一人でいろんなとこ行ってたんですよ。で、そんな中で一軒のお店に出会いまして、そこで食べたパスタが僕に衝撃を受けさせてくれました。アバンティ。はい、プッタネスカです。スパゲティプッタネスカ、これ写真は僕がまかないで作った時のものを載せたんですけれど、アンチョビ、ケッパー、オリーブを使ったトマトソースですね。当時松本ではですね、高校生ちょうど30数年前ですよね、まだそういった材料が手に入らない時代、本格的なこんなパスタを食べたのは初めてで、なんだこれはすごいなって思って、僕もこんな料理が作れるような仕事をしたいなってその時すごく思っていきました。で、アルデンテも初めてでした。で、そんな中ですね、料理の世界に進もうと思って、どうしたもんかな、どこをやってやればいいのかなと思ったときに、父親が大阪にすごく有名な調理師学校があるから、そこちょっと体験入学もあるみたいで、一緒に行ってみようなんて言われて、行った先が大阪にあります、阿部の辻調理師専門学校ですね。
で、1日研修の講習を受けたときに、講習の中で、ボロネーゼ、ミートソースを一から仕込むのを見まして、それを、ミートソースってこんな風にちゃんと作るんだって感動しました。で、今までやっぱり喫茶店とかファミリーレストランの出来合いのミートソースしか知らなかったので、本当にそれは心の中に残りました。で、専門学校なんですけれど、専門学校時代ですね、まだスタートはイタリア料理、フランス料理、みんなやってる時だったんですけれど、それで、その時に、授業の外来講師で、ホテル西洋銀座の室井克義料理長が講師でいらしたんですね。で、その室井料理シェフのですね、話を聞きまして、で、アバンティですね。で、その時、講習の内容なんですが、室井シェフの人を魅了する話、イタリア料理に対する情熱、イタリア料理にはフランス料理に負けない力もあるし、歴史もあるんだよっていう話を聞いて、もう僕も半分舞い上がった部分もあって、もう僕は学校卒業したらこの人のところに弟子入りするしかないぐらいまで考えちゃいました。室井シェフというのはですね、永本さんの大変仲のいいご友人でやられて、ご友人で、永本さんが、熊谷さんが、説明するのに、ちょっと写真を使わせてもらっていい？どんな人だったの？なんて話を聞いたところ、彼、なんか、すごい真面目なやつだったよ。なんか、一生懸命だったよっていうのを言ってくださったみたいで、そういうことを言ってくださるなんて、すごくありがたいなと思ってました。はい。で、料理学校をですね、それで卒業しまして、ホテル西洋銀座ですね、に入社しました。で、ホテル西洋銀座っていうのは、当時ですね、銀座一丁目にありました、ラグジュアリーホテルの先駆けのホテルで、どういった方々がいらしたかというと、総料理長に鎌田昭夫さんですね。で、イタリア料理、アトーレ料理長に室井克義さん。で、シェフソムリエで田崎真也さん。もう、今ではそうそうたるメンバーがいらしたホテルです。で、ホテルは、いろんな場所ですね、に配属されるんで、まず僕は一番最初に、バンケット、宴会の場所に配属されました。ですから、スタートはフランス料理からだったんですよ。で、フランス料理スタートで、まあ、毎日せわしなく忙しく働いてまして、早くアトーレで働きたいな、アトーレに早く移動にならないかなと思いつつ働いて、やっと念願のアトーレに配属がなりまして、で、アトーレまず最初にサラダとデザートを作る部署に配属になりまして、で、そこで見てたんですが、そこではリストランテのシステムですね、目の当たりにしまして、目の当たりですね、リストランテいろんなポジションがあって、そこにいろんな人がいて料理を作る、前菜、パスタ、メインディッシュですね、それぞれ分業するというシステムをそこでは見ました。で、まあ、そこで初めて目にする食材なんかもあるわけですね。一番初めて見たのが白トリュフ。あとはポルチーニですね。そういった珍しいイタリアの食材も見て、あとは、手打ちパスタも初めてそこで見たんですよ、実は。当時、ほうれん草を練り込んだタリアテーレっていうのも使ってたんで、そういったものを見たときも感動しました。あとは、もう今ではおなじみになってますけれど、ティラミスですね。
食べたり見たりしたことはあったんですけど、実際作ったのはそこが初めてでした。でアトーレというイタリア料理は北イタリア料理を中心にしたイタリア料理で、そこで本当にイタリアをまた見ることができました。でそこでアトーレでずっと働けてたらよかったんですけれど、やっぱりホテルなので移動がありまして、配属移動が、でその次に移動した先が新百合ヶ丘にあるホテルの直営レストランだったんですね。でちょっと後ろ髪引かれる思いでそちらに行きまして、やはりお店は忙しくて毎日ヘトヘトになりながら働いてたんですけれど、まあそんな中でも当時のシェフにですね、もっといろいろ勉強したいんで、お肉屋さんとかちょっと紹介してもらっていいですかってお願いしたところ、出入りの業者のお肉の業者さん紹介してもらいまして、そういうところに通いました。でそういうお肉料理屋さんですね、お肉屋さんでは枝肉とかそういった大きい肉の仕分け方法とかそういったものを見させてもらって、それも今ではもう大変な財産にはなっていると思います。でまあそれと、まあ、前後してですね、お肉屋さん午前中でだいたいそういう仕込みが終わって配達送ですね、配送なんかにも連れてってもらったんですよね。でそんな中でのあとで出てくる西麻布にあるリストランテアクアバッツァに配送に行ったんですよ。でそこで初めて町場にあるイタリア料理店というのを見て、へえすごいなーなんて、ああこういうところで働ければいいよねなんて、その時はそのぐらいの思いであったんですよ。でまあそんな前後で専門学校の同期で当時その近くで働いてた同僚が、熊、お前イタリア料理やりたいんだろ、じゃあアクアパッツァ食べに行ってみようよって誘ってくれたんですよ。でそれで初めてそのアクアパッツァで食事をするんですけれど、まあそこで出てくる料理は初めて見るもので、もう一皿一皿感動しながら食べてました。でいよいよメインディッシュのアバンティ、そうです、アクアパッツァ、お店の代名詞にもなったアクアパッツァ、当時僕が食べたのはカサゴだったんですね。それが出てきた時はお魚料理ってこんなものがあるなんてってすごく思いました。で実際食べてみても、焼いたお魚を煮ただけなのになんでこんなに美味しい味になるんだろう思いました。でそこでデザートを出していただきまして、いちごのバルサミコあえのバニラジェラート添えが出てきました。でまたそこでもフルーツにバルサミコ酢なんて当時思いもしなかったものが出てきたもんですから、そこでもまたびっくりして、で食べてみたら、あなんて深い味なんだ、さらに感激しました。で一通り食事が終わって帰る間際に、僕がですね、やっぱりちゃんとイタリア料理勉強したい、すごくそういう思いが強くなりまして、そこからしばらく働いたホテル西洋を退職しました。で、次アクアパッツァに入るんですけれど、アバンティ。はい。で、アクアパッツァです。一番最初に日高シェフと面接をしまして、で、日高シェフから、君はうちのお店で何がやりたいのって問われて、僕はちょっと浅い考えで、南イタリアの魚介料理や南イタリアの料理を勉強したいんですって言ったら、日高シェフが、じゃあそういうお店で働けばいいじゃないなんてバサッと一刀両断にされまして、でそれでもう返答に困って下をうつむいて、あどうしようなんて思っていた時に、日高シェフが、うちはねイタリア郷土料理をベースにしていろいろ見ることができるんだよ、とりあえず
研修で見てみるのもいいんじゃないって助け舟出してくれたんですよ。それで、ああ、救われたって思って、もう本当に助かった思い出があります。で、ちょっと年を明けて、アクアパッツァに入社することができました。で、アクアパッツァ、当時、青山のお店もオープンして、まあ、西麻布のお店もあって、かなりいろいろ忙しく働いてまして、そこから5年ですね、働いたときに、なんと、西麻布アクアパッツァの料理長に抜擢されたんですね。いや、もう、夢にも昇る、夢心地でしたね。もう、で、まあ、それはそこで良かったんですが、ちょっと自分も有名店のシェフになれたってことで天狗になっちゃったんですね。で、ちょっと慢心な心もありまして、で、まあ、まあ、そんなシェフですから、ちょっと売り上げは落ちる、スタッフもまとまらないなんて、そんなことに悩みつつ、シェフを続けていきました。で、まあ、そんな時に、日高シェフの方から、熊、お前、もうちょっと他のシェフとかの仕事を見て勉強した方がいいよ。ちょっとお前のちょっと最近の態度はあまり良くないから、まあ態度というか見てると良くないねっていうことで、そこでアクアパッツァのシェフを外れました。で、その時に、当時、青山アクアパッツァの小島シェフのもとですね、そこで配属されて働くことになって、小島シェフの働きぶりやお店なんかを見て、ああ、小島シェフすごい人だな、すごい立派なシェフだな、やっぱりシェフっていうのはこういうものを求められるんだなっていうのを実感しました。で、まあそこで2年ぐらい働いた後に、次に西麻布のアクアパッツァが広尾に移転しまして、そこの1階でアクアビーノというお店があるんですよね。あったんです。そこで今度は配属されたんですが、で、そこで、自分より後輩、後から入ってきた後輩たちの台頭ですよね。実力をやっぱメキメキつけてきます。そういうものをもう間近に見て、やっぱり焦ります。あ、俺、ちょっと抜かされちゃうかもなぁ、なんて。あとは、このまま僕はこういう働き方をしていいのか。もっと違う環境において別の視点も見た方がいいんじゃないかって悩みながらやっぱり働いてました。で、まあそんなこともあって、日高シェフに実はちょっと違う環境に自分の身を置いてみたいんですけれど、どうしたらいいんですかっていうことを相談したら、その時に日高シェフが永本さんのことをお話ししてくださったんですね。ET っていう企画があって、そこではイタリア料理で現地で働けるっていう研修プログラミングもあるし、そういうのをうまく使ってイタリアでクマはいろいろ見直した方がいいんじゃないってちょっと背中を押してくださった部分もあったんですね。で、それでまず初めて永本さんのその説明会に行ったんですね。で、説明会に行った時に確かアルポンテの原シェフですねがいろいろイタリアの修行時代の話をしてくださったんです。で、その話を聞いて、あ、イタリアでやっぱりいろいろ見なきゃダメだなって思いがありまして、そこでイタリア行きの決意をしました。はい。で、アクアパッツァをそれで退職するんですけれど、日高シェフには自分なりですね、自分を見捨てず、クビにもせず、ダメな時でも雇ってそのまま働かせてくださったことには本当に今でも感謝いたしてます。はい。で、アクアパッツァを卒業してイタリアに行く準備をするんですけれど、アバンティ。
何をやったらいいのかとかいろいろ考えてたんですけれど、そんな中、そういえばイタリアの国歌向こうで歌えたらかっこよくねなんて思って、パソコンでイタリアの国歌をデータをダウンロードしてイタリアの国歌を覚えたりとか、あとはその永本さん主催するあのイタリア語会話教室ですねに参加したりとか、そういったことをしながらイタリアに行く準備を着々と進めてました。でイタリアへ行くときにですね、あのビザを取るんですけれど、その当時ビザを学生ビザで働くことができなくなって、あの大変だったんですよ。でその僕たちの会はイタリア就労研修ビザというのを取得しなければいけなくなって、それでちょっと随分時間もかかりました。でそのビザも取得するのに最初に取れた人、後でないと取れなかった人がやっぱりいまして、2組に分かれたんですね、出発が。はい、アバティ。ですね。で、その時に僕は最初に取得できたので、前半組だったんですよ。で、イタリアに旅立ちまして、ミラノの空港に着いた時に、サブマシンガンを持った警官とか軍隊の人が警備しているのを見て、あ、いよいよシチリアに、イタリアに来たんだっていうのを実感しました。で、そこから、研修をする先ですね、ピエモンテの奥のところにドモドスラという場所がありまして、まずそこに行って、そこに一晩だけ泊まって、みんな最初に出発したメンバーはおのおのの研修先に行くことになりました。はい、アバンティ。ではまず研修でのですね、ことを先にお話ししたいと思います。研修先のドモドストラですね、すごく寒い場所だっていうのは今でも記憶にあるんですけれど、やっぱり見るものがすべて真新しく面白いもので、本当に毎日感激してました。で、それで永本さんには、イタリアって宝の山ですね。イタリアって宝の山ですねって、なんか連呼したのを覚えてます。あとは記憶に残ってるのは、永本さんがみんなを引き連れての大散歩大会ですね。それで山を見たりとか、町屋を見たりとか、そういった自然に触れ合えたっていうのもすごくいい経験になりました。で、授業のカリキュラムが始まりまして、ロズミーニというの料理学校という場所でやってたんですけれど、そこでイバーノさんという先生がいて、その人が料理するのを見て、イタリア人が作るイタリア料理だなんて思いながら見てまして、そのもう楽しい思い出ですね。で、研修が進むうちに、イタリア見学をする旅行ですね、見学旅行というのがありまして、見学に行くんですけれど、その中でもロンバルディアのお米農場、アバンティ。この写真はあれですね、イタリアの研修中に撮った、まあ、ちょっとバカみたいな写真ともありますけれど、みんな和気あいあいとやってたのが今でも思い出します。はい、アバンティ。で、見学旅行ですね、リグーニアにあるオリーブオイルの製油所とか、あとはリグーニアのアバンティ、
はい、リグーニアにあるのレッコという場所ですね。ここにあったレストランでの研修があったんですが、そこで見た、今写真に写ってる、これ、フォカッチャなんですね。フォカッチャレッコという、このレッコの名物で、紙が透けるぐらい、字が透けるぐらい薄く伸ばした生地に、ストラッキーのチーズをたっぷり乗っけて、で、同じくまた薄く伸ばした生地を乗っけて、400度ぐらいのオーブンで一気に焼き上げるんですね。で、すごく素朴なんですけれど、これがまた美味しかったのをすごく覚えてます。あと、このレストランでは他にリグーリアの名物であるトロフィエ、あとはジェノベーゼですね。アバンティ。はい。ジェノベーゼ、日本だとミキサーなんかでやるんですけれど、ここではモルタイオという大理石の、乳鉢を使って、潰しながらペーストにするんですね。まあ、やっぱりこうすることによって、余分な熱が入らなくて、きれいに上がるということです。で、実はこのモルタイオ自分も買ってます。日本に持ってきてます。今、名刺入れとかになってますけど。はい、アバンティ。で、見学旅行が進むうちに、イタリアの今度はシチリアに飛ぶんですね。で、シチリアで、すごく自分の運命を決めるとも言っていいような料理に出会いました。それがこの写真のカポナーザです。揚げたナスを、オリーブですとか、ケッパーなんかを入れて、ちょっと甘酸っぱいトマトソースで煮込んだ料理なんですけれど、この作り方を見ててすごく、感慨深く思いましたね。で、カポナータ、ここで料理学校で見、パレルモの料理学校で見たのは、カポナータ・パレルミターナというパレルモのスタイルなんですが、講習の先生が隠し味でカカオが入るっていうのはすごく印象に残ってます。で、カカオが入ることによって、すごくコクが出て、味がすごく深く広がるっていうのをすごく覚えてます。やっぱり、シチリアはすごくチョコレートとかも大切な要素になってるっていうのもここで学びました。で、そこからさらに研修が進んで、研修旅行の中でもう今でもすごく大切にしていることに出会います。アバンティ。はい、ラッツィオにあるフィアミニアノという場所ですね。こちらのパオロさんというお肉屋さんが研修生のために豚1頭これを屠殺から解体までを見せてくださったんですね。でこれやっぱり命をいただくことなので皆さん目をやっぱり背けちゃう人もいるんですよね。ただ僕はこれを豚ですね、命を使う大切に育てた豚をですね、命を人のためにいただく一連の作業、大切さっていうのをそこで知りました。まあ、画像はちょっとあまり気持ちのいいものではないんですけれど、すごく大切に見ました。で、その時の経験が、今のお店で料理をする上でもすごく大切になってて、食材を使い切って無駄にしない、そういうことにつながっています。はい、すみません。長本さん、二つほど前に戻ってもらってもよろしいですか。はい。もう一つですね。すみません。ごめんなさい。もう一つ。はい、こちらですね。で、研修も、見学旅行も終わって戻ってきて、ドモドストラでお世話になった方々に、何かしようということで、皆さんに和食を振る舞う会、和食の会というのがあったんですね。で、まあ、そこで、僕も、長本さんに、あんたシェフやりなさいよなんて
言われて、え、俺ですかみたいな感じになって、でまあそんなことを言われて、そのメンバーで何を出そうか、あれを出そうこれを出そうなんて論議になりまして、で立てたメニューですね、それがうなぎを使った卵焼きのうまきとほうれん草のおひたし、あとマグロとサーモン、これ写真出てますね、マグロとサーモンの太巻き寿司、あと豚とカブの角煮の炊き合わせですね、で最後ゆずのシャーベット、こういった料理を立て、あの構成をしてお出しすることにしました。あのイタリアにゆずってないんで、ゆずのシャーベットはあのいらしたお客様にかなり好評で嬉しかったですね。で、ゆずどうやって手に入れたかっていうと、長本さんが日本から重いゆず果汁の瓶とフレッシュのゆずを持ってきてくださって、でそれがありがたいなと思って使わせてもらいました。はい、では、次ですね、アバンティで、はい、ではいよいよあのシチリアの修行時代のお話に移りたいと思います。リストランテドゥオモ、僕が行ったのはシチリアのラグーサイブラという場所にある当時一つ星のお店ですね。あのリストランテということで、あのすごくやっぱりアトーレで見たのと同じいろんな分業、前菜パスタメイン分かれてまして、僕は最終的にはそこであのメインを出すセコンドピアットを任されてやることになりました。でどんな料理かと言いますと、あのシェフのチッチョですね、シチリア料理をあのベースにしまして、それをチッチョの中で再構築したあのリストランテの一皿に仕上げる料理でした。リストランテドゥオモドですね、何を得ることができたか、シチリアの、まあ、もちろん料理もそうなんですけれど、シチリアの人のおせっかいと温かさ、そういうものをすごくしみじみと、感じることができました。そんな中のエピソードでですね、ある日食材でひしゃげた形の桃、ペスカタバキューラという桃がありまして、それが出てきて、シェフこれ僕も欲しいよ、僕も買いたいって言ったら、じゃあ明日ななんて言ってくれて、明日それを持ってきてくれたんですね。あ、じゃあシェフお金払うよって言ったら、これお前にプレゼントだよ、え、いいんですか、ありがとうございますなんて、それでもらったことや、あと靴が、調理靴持ってったのが壊れてしまって、あ、シェフ靴壊れちゃったけどどこで買ったらいいのなんて聞いたら、じゃあちょっと待ってろ、はい、で明日その靴屋さんに連れてってもらいまして、イタリアの料理人というのはサンダルタイプの靴履いてるんですね。じゃあ僕これがいいな、じゃあこれを買うよって言ったら、俺が買ってやる、で買ってもらって、シェフ悪いね、ありがとうございますなんて言ったのも覚えてます。本当に何て言うんですかね、ちょっと親分肌的なシェフがチッチョでしたね。あと2週間に1遍ぐらいお小遣いもくれたんですね。最初お給料出ないよって長本さんからも聞いてたんですけど、これは嬉しいなと思いました。でそのお小遣いを使っていろんなとこに食べたり行ったりもしました。あとチッチョにですね、こういうお店に食べに行きたいんだけどって言ったら、じゃあ俺が予約取ってやるからなんて言ってくれて、予約を取ってくれたんですね。で当日そこに食べに行って、お支払いをするときですね、いくらですかって聞いたら、もう先にもらってるよ、だからいらないよなんて、もうチッチョから言われてるからもらってるからなんて聞いたときに、はあ、なんてこの人は面倒見のいい人なんだろう、本当にもう散々お世話になりましたね、いろんな部分で。
あとですね、もう一つちょっとまあいいことなのか悪いことなのかのエピソードなんですけど、ちっちょに僕が使ってた包丁を貸してくれって言われたんで貸したんですよ。で、それでやってるうちに包丁の柄がパキンと折れちゃったんですね。そしたらこともあろうか、ちっちょはその包丁をゴミ箱に投げ捨てるんですよ。もうその瞬間僕はとなってちっちょに食いついたんですね。なんてことすんだよ、包丁は料理人の命魂だよ。そしたらちっちょがゴミ箱の包丁を拾って、ちょっと俺に預けろなんて言うんですね。分かったよって、ちょっと少し僕もむくれながら、まあそれでちょっと 2,3 日経ったんですね。そしたらちっちょが俺マサなんて包丁を絵を直して持ってきてくれたんですよ。悪かったなーなんて一言言ってくれたんで、え、ありがとう。その時もうそこでまで思ってたのが気持ちが全部飛んで、ありがとうって一言言いました。まあそんなことが業務でのいろんなエピソードなんですけれど、そこで本当に学んだのがですね、まあ料理はもちろんですけど、まあいいことも悪いことも自分から相手に対してちゃんと飛び込んでいかなきゃ何も答えてくれない、行けばちゃんとそれに対して答えてくれるっていうのをすごく感じました。でもちろん休みの日なんかを利用してアバンティ、はい、食材も見に行きました。市場ですね、これ写真はカターニャの市場なんですけれど、すごく行った時も盛況で人がわんさといてごった返してました。でそんな中面白い食材があって、サメですよね、下の写真です。そのサメって日本だと山陰の一部でしか食べてないんですけど、まあ、イタリア、シチリアだと普通に置いてあるんですね。それも切り身じゃなくて形のままです。そういったものを見たのも感動して覚えてます、びっくりして。でそれからその左にあるものですね、これはブロックでも枕木でも何でもありません、ラグサーノというシチリアの特産のチーズで、僕がいた南の方にある地域で作られているチーズで、モディカーナというそのやっぱり同じところにいるちょっと赤毛の牛がいるんですね。そのミルクで作ったとてもコクのある美味しいチーズで、1本がだいたい25キロあるんですね。ちょうど線路の枕木がそのままチーズになっているようなイメージなんですよ。でこれはやっぱり僕もすごく感動して、イタリアから帰ってくるときに10キロぐらい密輸入しましたね。はい。でその他にもですね、アバンティ、やっぱりイタリア、シチリアに行ったからには文化も風土も見たい、それが気持ちが強かったので、いろんな場所にも行きました。写真の右上ですね、これアグリジェントの神殿です。ギリシャ時代からの建物が今でも残ってるなんてのはすごく信じられない気持ちでした。でその近くには樹齢200年のオリーブの木なんかもあって、それもさらに驚いて感動しました。で、写真の左側、これは東の、西の海沿いですかね、東の海沿いです、すいません、にあるシラクーザというところのギリシャ劇場ですね。石灰岩の土壌を一から削り出して作ったシチリアで一番大きな劇場です。シチリアの文化ってギリシャ、ローマ、アラブ、ビザンチン、ノルマン、いろんな文化が入り混じってできた文化で、独特な文化なんですよね。そういったものを直に見れたというのは料理を見る以外でも本当に勉強になりました。で何よりそのシチリアの人たちの人懐っこさ、温かさ、
世話焼きの良さ、そういったものにあったのが本当にイタリアで一番宝になっていると思います。はい、アバンティ。はい、ちょっとこれ写真が変わったんですけれど、別にこれマフィアが写ってるわけじゃないんですよ。これはシチリアにいた時の、イタリアにいた時の私の最後の最終形態でして、実はですね、シチリアで働いている時に、しばらくしてから、マネージャーのアンジェロという人に、警察にいきなり連れてかれたんですね。え、なんで俺警察連れてかれるのなんて、警察行って何するんだろうと思ったら、そこで、シチリアで外国人が働く時は、反マフィア証明書にサインをさせられるそうなんですよ。で、右手の全部の指の指紋も取られて、俺犯罪者じゃないんだけどななんて、手が真っ黒になった記憶も、思い気になった記憶もあります。重ねて言いますけれど、別に僕はマフィアであるわけではないです。はい。で、この写真ですね、写真の左上、ダニエラさんとコスタンティーノさんっていう、ETT ですね、永本さんの、イタリアの責任者の方で、で、この方には本当、最後お世話になりまして、イタリアを立つ前日ですね、ちょうど僕、最後、トリノにいたんですけれど、そのダニエラさんに電話をしたんですよ、明日いよいよイタリア立って日本帰りますって。そしたら、ダニエラさんから、明日時間あるのって言われて、はい、大丈夫です、ありますよって言ったら、じゃあ、一緒に食事しましょう。朝ごはん食べましょうって言われて、朝ごはん食べに行ったんですね。で、その時に、トリノでは、こういったみんなで、こういったカフェで食事をとるのはすごく大切なことなんだよ。だから、マサも、マサ、熊谷も、日本に帰ってから、イタリアで経験したことを大切に覚えておいて、いい仕事をしてねって言われて別れました。はい、写真ごめんなさい、右の上ですね。これ多分わかる方もいらっしゃると思うんですけど、イルプレージョの岩坪くんです。で、その奥には、ミラノの一つ星で徳吉の徳吉くん。こんな言った面も、メンツも、僕らの同期でした。で、1年間自分の今までやってきたのことの答え合わせをするのが1年間ということを決めて、その1年が経って後ろ髪引かれる思いでイタリアを後にします。アバンティ。はい。で、イタリアから帰ってきてからですね、渡辺陽一シェフのパルテノペ、皆さんもご存知の方多いと思いますけど、そちらにで働くことになりました。で、パルテノペでは、シチリア料理以外のナポリ料理、南イタリア料理というのを、勉強して、勉強というか、いろいろ見させてもらって、ナポリピッツァもよく食べました。ピッツァ美味しかったです。ピッツァは本当に職人が、生地の管理から焼き方まで全てやる特殊な技能なので、僕はもう食べる専門に徹してました。アバンティ。で、パルテノペですね、で働いて、横浜で働いてるときに、常連のお客さんで、今ちょっと写真に写ってます、長崎県の五島にありますホテル、これのプロジェクトに携わっている方がいまして、その時に、くまちゃんさ、今度ホテル立ち上げるんだけど、誰かシェフやってくれる人いないかなって相談されたんですね。で、それで、じゃあ僕やりましょうかなって、簡単に二つ返事でしちゃって、向こうもびっくりして、え、いいの？じゃあちょっと現地でも見た方がいいよってことで、現地連れてってもらったんですね。で、船で行かなければいけないところだったんですけれど、船が港に着くんですよ。で、その船が港に着いたときに見た海の色が、シチリアで見た海の色と同じコバルトブルーだったんですね。で、もう僕もそれでシチリアをまたいっぱい思い出しまして、2つ返事即答で、じゃあ僕やりますということで、引き受けました。
で、そのホテルの立ち上げからある程度軌道に乗るまで3年半そこで勤め上げて、やっぱり大変でしたね。いろんな意味で朝も早いし夜も遅いし、で、まあ、そんな仕事でしたですけれど、そこちらで出会った農家さん、漁師さん、いろんな方々ですね、今でも懇意にさせてもらって、お店で出す五島の食材なんかもすごく状態のいいものを送ってくださったりしていますので、そこでも本当感謝しております。アバンティ。はい、まあちょっと訳ありなメッセージが書いてあるんですけど、まあ結婚して一度ですね、お互いの考えの違い等もあって、そこで一回離れたんですね。で、離れて、まあ、ちょっと自分の別々の道を歩んだんですけれど、まあ、そんな中でもいろいろメールしたりとか、つながってはいました。で、まあ、奥さんの方は、その間、ホテルで働いて、上質なものとか、いろいろなそういった別、僕が経験したことのある別のものも見てましたね。ちょっと逸話なんですけれど、ちょっと今もう亡くなられてしまった沢口シェフですね、ちょうどその年アモーレというお店やってらっしゃった時ですね、ちょうど嫁が食べに行った時に、そんな別れて再婚するんだなって話になった時に、まあ沢口シェフも一度離れられてなんて話があって、その時に再婚、同じ人と再婚するなんて本当信じられないなっていろいろ突っ込まれた話もしたそうです。で、まあそんなことがあって、もう一度元さやに戻りました。で、元さやに戻って、後藤でも一緒に暮らしてました。で、後藤を後にしまして、いよいよアバンティ、はい、お店、自分の生まれ故郷である松本でお店を開きたく思い、松本に帰ってきて、いろんな準備を重ねて、2016年の7月ですね、念願のお店、クチーナ正則をオープンしました。クチーナ正則って名前ですけれど、僕の名前かですかってよく聞かれるんですけれど、そうじゃないんです。僕の名前が正彦で、奥さんの名前がのり子で、その頭を取って正とのりで2人でやるお店ということで、正のりという名前にしたんですね。で、お店なんですけれど、まあカジュアルっていう部分ではなく、気兼ねなくちゃんとした料理を食べれるっていうコンセプトをもとに、2人で誠心誠意心を込めてやっております。アバンティ。はい、料理、コテコテのシチリア料理もベースなんですけれど、その他にですね、昔スタート時代で習ったフランス料理の技法とか、そういったものもですね、取り入れつついろいろやってます。で、写真に写ってるパンチェッタ、まあ自家製なんですけど、他にも背脂の塩漬けとか、牛肉のハムのブレザオラなんかも作ってます。というのも松本はすごく低温で乾燥しているので、そういう熟成にすごく向いてますね。で、今もシチリア料理頑張ってやっております。はい、アバンティ。はい、まあ、拙い話で最後にはなりますけれど、松本で、皆様のご来店をお待ちしております。で、当店なんですが、信州安心なお店という認証制度に入っておりまして、席数減らして、ご案内はしておりますので、もし、お越しになってくださるときは、事前にお電話等で、
問い合わせをしていただけると、お店の方も本当に助かります。もういらした時には、ごてごてのシチリア料理もはじめ、ご用意をいたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、シェフ、ありがとうございました。緊張した。緊張してたと思う。聞いてて、なんか。